はいどうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。モンスターハンタードス実況プレイ、パート35始めていきます。はい、でね、まず最初に、更新がね、ちょっとモンスターハンターの更新が、遅れてしまったことをね、お詫びしたいと思います。申し訳ございませんでした。はい。ですね、いろいろとね、言い訳はあるのですが、ね、もう、負けに負け続けて、ちょっとね、投げてしまった部分もある。ってのもあるんですが、まあ、ちょっとね、いろいろと、仕事とかね、ガンダムとかが忙しくて、ガンダムが忙しいですね。ね。ただただちょっとね、ガンダムを、ちょっと、ハマりすぎちゃったっていうのがね、一つあります。けどね、ちゃんとモンスターハンターもね、しっかりね、実況していこうと考えてますのでね。はい。で、今回はですね、クシャルダオラのね、リベンジマッチにね、向かおうと思います。はい。なので、前回は、確かどうだったかな？ちょっとね、結構間が空いちゃったからな。どんな、氷にまとわれて、引き殺されてしまったんだったっけな。うん。ですのでね、今回はしっかりね、ご飯もね、ちゃんと食べていこうと。竜のテールをね、せっかくなんで。ちょっといろいろとね、いろいろ増えてると思うんですけど、結構ね、リオレイヤーとかをね、買ってたんですよ。うん。ですので、竜のテール。裏作業でね。あれ？竜のテール使えないぞ。あ、違う。リストだ、これは。え？はい。違う。もう、ちょっと、やってなかったから。ご飯食べてなかったから、ちょっと間違えてしまいました。こっちですね。はい。食事していきます。竜のテールと。なんか良さそうなやつでいきましょうよ。せっかくなんでね。肉と肉。肉と肉。いや、やっぱりね、銀シャリかな？ここは。びっくりシチューでいきましょうかね。うん。竜のテールは間違いないでしょ。うん。まだ竜のテールでね、ハズレを引いたことはないですよ。うん。ほんとね、裏下げ、おすげえ！なんかいつもと違うぞ、なんか。なんでこの塊は。攻撃力が上がった。幸先がいいですね。うん。よし。で、アイテムもね、ちゃんと持って準備はしております。はい。競争薬、基準薬、もう持っているものをね、すべて使っていこうと。で、こちらのね、こんがり肉の G。これは女の肉焼きセットっていうのでね、肉を焼いたら G ができました。うん。またちょっと動画内で肉焼きを使おうと思うんですが、今回はちょっと持ち物にね、ちょっと余裕を持たせておきたいので、ちょっと今回は次回以降で。はい。で、この爆雷神っていうのかな。これをそうなんですよ。これを前々回ぐらいで確かもらったんですよ、これは。裏作業中でもらったんだよな。うん。これをちょっと使っていこうと思います。うん。雷を導く金属の棒。設置後一定時間で雷が落ちてくる。晴れている日には使用不可ということでね。やはりクシャルダオラ戦のね、キーマンになるんではないでしょうか。うん。もうアイテムの準備も万端。モス、お前の相手は今日はしてやれないな。ちょっとそこまで余裕がないのでな。今回はクシャルダオラにしかもう、頭は行っていないのでね。うん。他にはもう何も頭が回らん。うん。
で、そうだな。よし。では早速ね、向かおうと思います。クシャルダオラトン。まあ、これはもうね、前回、聞きましたのでね。うん。いきますよ。リベンジマッチですよ。勝たなきゃ。勝たなきゃダメなんですよ、勝たなきゃ。ある程度ね、その、裏作業中、リオレイヤーだとか、フルフルだとかをね、もう、回復薬、グレートなしでも倒せるようにはなりました。うん。フルフルリオレイヤー。この2匹はね、非常に戦いやすい。うん。特にフルフルは戦いやすい。なんか合ってますね。フルフルとはちょっと、なんか通じ合うものがあるな。リオレイヤーはね、行くたんびに一回殺されて、報酬金額が減るっていうね。なんか、悲しい感じ。何のためにリオレイヤーを討伐しに行ってるのかちょっとわからない感じには。あー、ポーチに空きがありません。ちょっと携帯食料、全部食います。うん。で、そうだ。コメントもね、また多くいただいて、本当にありがとうございます。間違えた小樽爆弾じゃないない。まあ、いいか、小樽どうせ使えないしな。うん。そう、コメントをね、本当ありがとうございます。クシャルダオラのね、アドバイスとしてね。まず片手剣はちょっとリーチが短いので、まずいんではないかと。そちらの方もね、あれなんですよ。武器をね、変更しようとはしてたんですが、お金がすごいかかるんですよ。まあ今ちなみに、体験をね、新しく一本ね、作っているところなのですが、もう一段階ね、強化できる今状態なんですよ。でも、お金が足りないんですよね。今、7300あるんですけど、これでもちょっとまだ足りないんですよ。向こう側だ。あー、ありがとう、ありがとう。こっち側登りたい。こっち側登れないのか？あ？まあいいか。そう。お金がね、フルフルを一回行くと、だいたい4000円ぐらい、4000銭ぐらいは儲かるんですが、それでもね、強化するのに9000円とか、9000銭だとか、1万銭だとかって取られてしまうので、非常にお金がかかって、やむを得なく、今回はね、もうこのままの装備で、今一度、リベンジすることにしました。はい。ですので、今回万が一ね、その負けるようなことがあったら、もう、武器は変えます。うん。武器変更します。体験。おい、どこ行くんだ？来たの？ここ降りんの？知らん。聞いてねえよ、そんなん。なんだよ、このエリア来んの？あー、危ない！あー！待て、よし。ナイス。あしな、そんな2番に来るとか聞いてないしな。
マジかよ。いや、まあまあまあいい。まあまあいいでしょ。ね、アイテム何も使ってないのでね。うん、一旦ね。うん、まあ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 。これはまあなかったことにしましょう、一旦。よし、基準薬の準備。ペイントはね、つけれたってのでね。うん。それだけで。さあ、行きましょう。クシャルダオーラよ。逃げるなよ。少し飲む。基準化しときます。まずい。危ない。ああ！マジか、なんか早いぞ。なんか前より早くなってる気がするぞ。待て待て、まだ一度も対角線上には立ってはいけないというね、コメントでもいただきます。ここ！諦めませんよ。諦めませんよ。ちゃんとやりますよ、最後まで。まだ、まだ負けてませんからね、まだ。うん。まず、全然負けてないですよ、まだ。なにこいつ、めちゃくちゃ強いじゃん、もう。前より強く感じるわ、なんか。はぁ？もうリーチだけ。突っ込んでくる。切り替え。あー、ダメだ。あー、もうダメだ。負ける。もし負けた。もう負けた。これ、負けた。負けた、負けた。まだ負けてない。諦めるな。諦めるな。まだ諦めんな。あー、工夫がつかな。もう。あー、危ない。落ち着いて、落ち着いていけ、見ろ、横横、よし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 、毒投げナイフの準備をしとこう。毒投げナイフ、降りてきた時一旦後ろから切る。あー、まずい、まずい、これはまずい。おー、まだ。落ち着いて、落ち着いていこう。な。焦ってはいけない。よし、こう。あ、まずいぞ。あー、そうだよな。風圧があるわな。ガードしろ。よしよし。ナイスガード。ナイスガードだったけど、まあ、うわー、ダメだ。ダメだ。あーはできてないぞ。何もできんかった。うわぁ、こんな負け方したん初めてやわ。こいつはいかんわ。これ動画としてアップするべきかな。これはもう、なしか。なし、なし、ありだ、ありだ、ありありあり。まあ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 、いいや。ちょっとまだ14分なんですよ。尺が取れてないな、なんか。ダメだな。うまいこといかんな。なんでだろう。やっぱ武器変えますわ。やっぱりもうおとなしく武器を変更します。はい。
武器を変更してもう一度勝てる気がしないな。もう限界かなこれが。いや限界じゃないよ、勝てるまでやるよ、勝てるまでやるけども、まあまあいいか、まあしゃあないな、こういう時もある、うん、こんな時もある、うん、ちょっとね、まあまあまあ悔しいなけど今の巻き方はちょっとな、まあいいわ。ちょっとねまだ時間がね、ちょっと15分ぐらい、まあ20分ぐらいまでちょっと撮影、このまま撮影したいと思います。で、ちょっとね雑談になるんですが、ヘッドセットをねちょっと新しく購入しまして、今回今新しい方のヘッドセットのマイクとマイクをね使ってるんですが、うん、どうだろうか、なんか変わりましたかね。ね、僕のイケメンボイスはどうでしょうかね。ただのね、もうネチャ声のな、どこんね、全然イケメンボイスの要素ないですからね、私はもうネチャ声ですからね。ネチャボイスですよ。ネチャボ実況者ですよ私は。ねえ、もうネチャボのヘタレハンターですよ、もう。どうやったら勝てんだろうな。で、あと、そうだな、ヘッドセットを変えたのと、そうだ、武器、そうだ、武器のちょっと紹介でもしましょうか。今作っている武器の、うん、紹介をね。ばあちゃん。ばあちゃんなんかちょっと先に点点点の方確認したいと思います。あ、ドドブランコな。で、武器の強化で、こちらです。違うな、このブレイズブレイド。ん？違うな。あ、違う、バスターブレードです。バスターブレードってのを今強化中で、その強化先がブレイズブレイド。うん。攻撃力528、切れ味が緑、防御プラス1、またはこちらのね、ドスジャギーじゃなくてランポス、ドスランポスの体験432とね、攻撃力は多少落ちるんですが、こちらの方がね緑ゲージが非常に長い、2倍ぐらい違います。うん、2倍、いや3倍ぐらいあるな、これは。だからちょっと迷ってるんですよ。うん、素材はもうどちらとも揃ってます。うん、迷うな、これは迷うな。ちょっと考えつつね、もうちょっとお金貯めてから強化しようと思います。武器に関しては、そうだな。次回は、このブレイズブレイド、もしくは、この、邪剣っていうのかな？邪剣、総蛇、青蛇っていうのかな？になってます。どちらかになってると思われます。うん。どっちの方がいいかな？体験で言っても一緒かな？またボロ負けすんのかな？よく聞いて、重要な情報よ。クシャルダウラの角を破壊できれば、あの風の防御を打ち破ることができるの、できるようなの。要するに、頭を集中的に攻撃すればいいということなんだけれど、そう簡単にできることじゃないわよね。しかも折れた角はまた再生してしまうこともあるみたいだわ。完璧な手立てではないってことね。
でもこの小さなチャンスをあなたなら何倍にも膨らませることができるってお姉さんはそう思うの。無茶言うなよ、無茶を。角どころじゃないわ、もう。足元にも届かんわ、もう。俺の斬撃は足元にも届かん。サイドから言っても、結局はブレスで雪で引かれるの、そのパターン。もうそのパターンなんだ、もう。そんな角とか無茶は言うてはいかん。いい？クシャルダウラの角が折れている間は風の防御が解けるわ。そこを狙うのよ。体液を2つ。近隣の村に病気で苦しむ人が出ているらしい。薬を届けて回復を祈ろう。もういいよ。もうこれぐらいはするわ。な、クシャルダウラ倒せなかったな。これでこれぐらいはさしてくれよ。ああ、ため息しか出ない、もう。勝てないわ。勝てないわ。ちょっと、前クシャルダオラのなんか情報知らないか？ねえ、聞いて。モンスターの攻撃をうまく避ける方法。大型のモンスターに見つかった時って思わず慌てたダッシュをしちゃうでしょ？あの時に×ボタンを押すと空中をダイブしながらの回避になるのよね。実はあれで空中にいる間ってモンスターのどんな攻撃でも避けることができちゃうの。危ない時はとにかくダイブ。知ってるよ、それぐらい。緊急回避のことだろ。知ってるけど、ダイブした後のね、その待ち時間っていうか、その体勢を立て直す時に突っ込んでこられるから、結局意味ないんだよ、もう知ってるよ、もう。まだまだ修行中だからな、あいつはもう。あまり、ね、強くは言わないでおこう。はい、ということでね、お時間がちょっと20分ちょいぐらいになったので、次回、再戦といきます。次回こそ、今回回復薬すら使わせてもらっていません。はい。使ったのはペイントボールぐらいです。ペイントボールとこんがり肉を食べた。何しに行ってんそれもう。キャンプですか？キャンプ。ああ。とりあえずね、今回はもうボロ負けということで、次回武器を変更してもう一度クシャルダウラの討伐に向かおうと思います。はい、今回は非常に申し訳ございませんでした。あのね、更新の方も、できる限り1日1本というのを目安に上げていこうと思っておりますので、はい、頑張ります。クシャルダオル。クシャルダオルって。もう、グダグダやもん。グダグダもん。はい。クシャルダオラ、次回、なんとかしてみせます。はい。では、ご視聴ありがとうございました。